や、なんということでしょう。こんな私たちがタクシーに乗っておりも、レア中のレア。はい、ということで私たち今各国しかでか東京に来ているんですけれども、なんと東京でひげちゃんの川に行きたいと思います。でもうちらさ、大阪しか生きてない人間からさ、間違いない、なんか渋谷でほんまは渋谷のタワレコカフェで食べたかったんやけど、インニッチャンの争奪戦がやばくて全然取れなかったの。そうで、表参道のその夜の部だったら、ギリ、あのマリコが取ってくれましたので、ありがとうございます。東京でタワレコカフェなんて行くことがマジでないから、間違いない、初上陸が。そうだから、ちょっとこの記念すべき日を収めたいなということで、今から行っていきたいと思います。え、今回なんとタワレコはあの缶バッジがある。マジ、なんかそれをちょっと楽しみに。アクスタじゃなくて缶バッジってこと？そう、アクスタも欲しかった。アクスタも欲しかった。お願いします。せっかく表参道まで来て、タワレコカフェ行くから、ちょっとその様子も後で映せたらいいなと思いますね。レッツラゴーしたらもう次表参道やから、なんかせーので、レッツラゴー。着いた。着いてない、まだ。どこどこ表参道。いや、タクで目的地設定したのにもかかわらず道に迷う。ワンちゃんこう。タワレコカフェあった。ありました。ありました。あ、あったあったあった。うつらうつら。イエーイ。何だろう。で、何が？あ、早すぎたんじゃん。早すぎてる。うん。はい、ご旅行のお客様の仕入れ様、あの人の話聞かなあかんかったって。めっちゃ恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしい。まだって言ってよ、みんな降りてどこな、降りてみんな、まだって言ってよ、ここで待ってるの。超恥ずかしい。一回なんか知らんふりして、ピニスフリーとか入っとく。うちらがエレベーター乗るときに、こう手振ってくるとこがその、で、うちらなんか、とか言って振り返して、なんか洋画に登ってったら、下。全然まだ。超恥ずかしいって。恥ずかしくって、もう無理かも。今ちょっとあの、平常心を保つの必死。無理です。恥ずかしいです。ちょっともう止めます。審判を持ってきました。どうも。美味しいな。ここで飲めた。なんで帰ってきてからまたこの続きかっていうと、台風があります。願いします。でもなんかリサたんが、なんかさ、リサの分も3つ一緒に選んできてって言ったから、フナが全部セレクトした6つになります。一回マネコちゃんに1個引いてほしい。これ、ありがとうございます。これえ、ね、フナさっきも言っとってんけど、雄大ヒロムタケル来ると思う。エリサはタジ、フェン、ゴトタケ。ゴトタケ。いや、そう。エリサまずいけ。バーントカゲ。オダチ。オダチ、うちらの大好きじゃない。えぐ、え、もうめっちゃかっこよくなってる。チャコツがやばい。ティープリ、バカエティ、バカエティ。やけど。何プリ出す？メイプリコ。せーの。マサヤ、マサヤ、マサヤ。さっきも出たもんな。ポストカードも出たんですよ。え、じゃあ次はマネコちゃんが出てくれたやつ。かぶった、かぶったな。今の絶対かぶってる。絶対そうや。おぉーマジで、マジで。でもな、ほんまに誰でもいい、誰でもいいね。ヒロとはっていうところでは。ヒロとな、ヒロと。推しな。ヒロと、せーの。ジロと、ジン、うん、ジ
ほら、ヒロム、ほら、言ったよ、くるって言ったよ。しかも今回のうちらの激推しナンバーワンやからな。高塚ヒロム、ほら、言ったやろ。絶対来ると思ってて、なんかもうな、あのな、カフェ行ってヒロムのポスター見た瞬間目合ってん、ヒロムと。リサはだからもうこれはジンかヒロとかな、出したい。あ、まあでも、予想通りじゃない？すごいじゃん。青髪のフェンです。なんかすごい光るんよな、この缶バッジ。なんかもう何とかしてよ。ほら、かわいいね。あー、ちょっと好きなの。ラスト？ラスト。一斉どうで。たける？お、サムヤ、ほら。すごいじゃん。ほら、見して見して見して。ほら、やったやん。え、やらない。3分の2やってたで。終わりせん。こっちか。じゃあね、じゃあね、それで悔しがるゲームじゃないけど、じゃあね、じゃあね、押しを出そう、目が大ちゃんだけどこんな感じ、こんな感じです。え、超テンション上がり、なんかハイトーン組が集まりました。どれですか。さあ、どれでしょうか。いや、でもな、ごめん、組やな。あ、あ、でもやっぱ佐野なんや。いや、うん、ここ届きてやんかったな、ちょっと申し訳ない気持ち。以上です。以上です。という感じで、ユニカフェ終了でございます。楽しかった。いや、いいね、やっぱこの開封いいわ。それでは、今日はこの辺で終わりたいなと思います。チャンネル登録、高評価、無断転載お願いします。それでは、最後一発目、せーの、ログイントゥーアース。怖いな、あ、右手やったっけな。こうか、しまっけ。Shut up.